東風の進む記者有限講師は中国石膏省広州市にある東風記者集団有限講師の子会社である。略称は DND。以前は東坂市記者有限講師、東坂市トラック有限講師という社名であり、ボルボグループである UD トラックスと東風記者講師グループである東風記者集団有限講師のジョイントベンチャー企業であった。 しかし2017年には販売価格高騰による経営不振のためボルボグループが撤退し、現社名に変更したことが報じられた。旧社名であるアズマサカはドーンファンとバルボより、設立当初の社名は東風日産ディーゼル記者有限講師だったが、2013年11月にアズマサカトラックに変更。この社名変更の際、 東風日産ディーゼル汽車当時の略称であった DND は引き継がれなかったが、前述の通りあずま坂しトラックから東風の進む汽車への社名変更により現在は再び DND の略称が使われている。なお、創業時の社名である東風日産ディーゼルモーターや現社名の東風の進むモーターと異なり、あずま坂しトラックではモーターを表す機、 ではなくトラックを表すが使われていたが、日本では一般に、東坂しぎ社と表記されていた。ちなみに、ボルボグループと、東風ぎ社のジョイントベンチャーは、当社の他に、東風商用車が存在する。当社は1996年に、中国国内向けにトラック、バスを製造する目的で、 東風技車集団古墳有限公師と日産ディーゼル工業の合弁で設立された。出資比率は当初日産ディーゼル側が25%だったが2005年に50%に引き上げられた。東風日産ディーゼル技車製のクオン。左ハンドルになっている。ありがとうございます。